どうも斉藤紳士でございます。さあ、3月ということで暖かくなってまいりましたけれども、今月のですね、購入本紹介をしたいと思います。ここ最近ずっと言ってますけれども、今月も非常に、少ないでございますけれども、紹介していきたいと思います。まず一つ目が、富山茂彦さんの日本語の作法でございますね。これね、KY、トリセツなどなど意味を当てはめたり簡略化したりと、言葉が多種多様化する昨今、正しい言葉遣いが忘れ去られているのではないだろうかという、この富山茂彦さん、非常にね、私はこう信頼している方でございます。こういうなんていうんですかね、エピソードを割と一つ一つこうね、エッセイがこう、1ページずつぐらいであるような感じで、日本語についてのお話がいろいろ書かれているようです。非常に、面白そうだなというのでね、この方ね、有名なのがね、ここにも書いてますけど、思考の整理学というね、これ私読みましたけども、非常になるほどなと、目から鱗のような、本なので、またそれも紹介したいんですけれども、その富山茂彦先生の日本語の作法、はい、もう一つ富山茂彦先生の乱読のセレンディピティ、でございます。言いにくいですね、セレンピティ、もうね、二度と言えないと思いますけど、一般に乱読は速読である、それを粗雑な読みのように考えるのは偏見であるというようなね、ことを書いておりますけれども、なんていうんですかね、結構これはいろんな人も言われてますけれども、最初からね、最後まできっちりこう読み通すようなことが読書の正解ではなく、実はね、立ち読みのようにパラパラと読んで、こう拾い読みのようなものも、実はすごくいい読書方法なんだよということは聞いたことありますけども、おそらくそこら辺の話だと思います。はい、こちらもね、読むのが非常に楽しみです。富山茂彦先生の乱読のセレンディピティ、はい、西加奈子さんの愛ですね。これね、出版された時非常に話題になりましたね。面白いという各所で大絶賛だった、小説なんですけれども、私はまあその時ちょっと読まなかったので、このタイミングになってしまったんですけれども、気にはずっとなっていて、読みたいな、読んでみたいなとは思っていたんですけれども、というね、ところでございます。西加奈子さんはね、非常にいい作品が多くて、僕もね、ちゃんとこう、なんていうんですかね、紹介っていうのは実はしてないですけども、僕非常に好きな作家さんの一人なので、こちらもね、紹介したいなというふうに思います。はい、西加奈子さんで愛、はい、藤沢秀さんでブエノスアイレス午前0時、これは単行本持っておりますね。芥川賞受賞作でございますから、雪深いホテル、古いダンスホール、地方でくすぶる、従業員カズマは梅毒と噂される、盲目の老女三つ子に出会うね、梅毒今流行ってるらしいですから、まさに、ホットですねあんま嬉しくないホットですけどね。これはもちろんもう既読でございまして、いつか取り上げないとなというふうに思ってたんですけれども、単行本で持ってたんですけども、文庫がなかなか見つからなかったんで、やっと見つかったという感じでございます。はい、藤沢秀さんのブエノスアイレス午前0時、はい、そして最後が、中上賢治の千年の由楽でございます。はい、こちらもね、気になってたんですけども、なかなか入手できなかった作品の一つですね。これ短編ですよね。いろいろね、まさにね、これはもう中上賢治のライフワークといいますかね、紀州のね、和歌山のお話でございますけれども、千年の由楽、こちらはね、短編ですよね。いろんなお話がこう出てくるんですね。こういったようなお話が、一つの、同じテーマを持った短編、連作短編のような形、だと思うんですけれどもね、お竜のおばとか出てきますよね。もう本当に、読むのが楽しみでございます。中上賢治の千年の由楽、はい、というわけで今月はこの5冊でございました。こういうのが続くと思います。10冊20冊っていうふうに買うのは、目の前の積読が解消されてからになるかなと思いますので、そういうような爆買いというのはなかなかできませんけれども、しっかりね、精読していきたいと思っております。はい、というわけで、今月の購入本は以上でございます。はい、また来月お会いしましょう。はい、というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。